はい、メンタルコーチの平本明夫です。心理カウンセラーの西地です。メンタルマネジメントスクールの俊です。今日もよろしくお願いします。カウンセラーとして、まあ、クライアントとかそれから悩んでいる人に向き合うときに、まあ、良かれと思ってとかこう真摯に向き合おうとして、自分の価値観とか、信じていること生き方みたいなものをついつい評価判断してしまったり、こうアドバイスしたくなったりすることがあるような気がするんですけれども、そういうのはカウンセラーとしてはやっぱり避けるべきなんでしょうか。まあ、避けるべきとは私は思わなくて、で、例えば良かれと思ってこうした方がいいよとか、これやめた方がいいよとか、もうちょっとこっちの方がいいんじゃないのって言ってしまう時あるとね、で、クライアントさんもカウンセラーと同じような価値観や生き方、人生背景で、ああ確かにっていう場合もあると思うし、中にはカウンセラーの人で相手に合わせて言える方もいらっしゃる。ただそれむちゃくちゃ高度だし、外れ率がむっちゃ高いんですよ。下手をすると抵抗して、なんか全然ピンとこなかったり、逆に当たりすぎちゃうと今度依存しちゃって、カウンセラーの人に次どうしたらいいですか、次どうしたらいいですかってやって、大事なのは自分には自分の価値観があるって今言ってもらったみたいに気づいていることが一つ、で、二つ目はそれを一回脇に置いて白紙で相手の価値観や考え方を、どうなんだろうって好奇心を持つ。アドラー的に言うと相手の関心や関心を持つ関わり方が大事。例えば自分のこう価値観を脇に置いて関心を、に関心を持つみたいなやり方みたいなのってあるんですか。もうすごい簡単な例で、もう練習すればいくらでもできてて、例えば自分がこのシチュエーションだったらどう思考してどう感じてどう考えるだろうっていうのを味わい切ったら、あ、これは自分の価値観なんだっていうにして脇に置いて、相手の立場だったらどうだろうっていう風なこう練習をすれば誰でも。なるほど。じゃあ自分の価値観にまず気づくことがファーストステップ。そうなんですよね。同じシチュエーション、これ実際あった例で、あるカウンセラーの方が、まあ、すごくお母さんが大事で、しかもちょっと具合が悪くて高齢な方がいました。で、クライアントさんは、まあ、実はお母さんの介護でかなり疲れててちょっと、ね、亡くなった時ほっとした気持ちがあったらしいんですよ。ところが寄り添った時、それは辛いですね、それは辛いですねって言うんだけど、それはそのカウンセラーの方の価値観であって、クライアントさんは実はほっとしたけど、ほっとしたことをあんまり明らかにすると悪いみたいな方の感情があったりする。これがうまい具合にちゃんと自分の価値観を脇に置けないと、で、じゃあどうやってそれがわかるのって言ったら、その人の今までのお母さんとの関係を、文脈を聞いていくと、聞いていった上で相手の立場に入ると、あ、実は肩の荷が下りたんだってのが。なるほど。なんかこう目の前でカウンセラーにこう悩みを打ち明けた時に、一方的にかわいそうとか、それは大変でしたねってずっと言われると、そうじゃないって言いにくくなっちゃいますね。そうなんですよ。自分の、にはそういう体験してないのに。それでその自分のエピソードを聞いてもらった時に、そういうことであればこういうふうに思いますよねみたいな感じで共感してもらったら、なんかホッとするっていうか。はい。点で見ずに、こう線をつないで面にしていきたいんですけど、お母さんとの子供時代の関係、大人になってから、その後体調崩してからっていうのを聞いていくと、私もすごく忙しかったのにもうなんか大変でみたいな話だったり、こんだけの頻度で会ってますとか、嬉しい時はお母さんに報告してましたって言ってるのか、嬉しい時お母さんに報告しなくて結構面倒だったんですみたいな会話をしてるか、そのお母さんに対しての話の文脈の中で、相手の中に入ると、自分がそういう過去だった。つまり、目の前の人の中に入ろうとすると、全然ちんぷんかんぷんだけど、過去からの現在までのストーリーの中に置いていったとしたら、だとしたら自分の場合もお母さんはいなくて辛いじゃなく、ちょっと楽だなって。思ったっていうのが今の聞くと、一般論で語れないっていうか、自分の物差しで測れないですね。過去から現在までっていうのはやっぱみんな人それぞれ違うんで、そういうのを聞いてみないと分かんないところで。そうなんですよね。特に平本式のカウンセリングの特徴は、積極的に本人の、立場気持ちに立つためにこそ、今までの過去の関係を聞いていく。その時は仮説を立てて聞くんではなく、あれ、お母さんとの関係を象徴する出来事なんだろうっていうのが聞いていくと、自分がそれぞれの立場に入ると、これ、ひょっとしたらなんか楽になってるかもって思った時、
ひょっとしてそれって楽になりましたって言い方すと、え、実はそうなんですと。なるほど。なるほどですね。そうやって、こう、人生のストーリーをエピソードから聞いていくっていうこと、すごく大事だなと思ったんですけれども、うん、カウンセラー自身も自分史、まあ、生育歴みたいなことを掘り下げる必要があるんじゃないかななんて思ったんですけど、そのあたりどうでしょうか？確かにそうで、実は自分の中にそういうとらわれやこだわりがあったとしたら、うん、脇に置いた相手の立場に入れないので、自分の自分史を振り返り切って、必要があれば、わだかまりがあったら、それを手放させ、過程を経た方が、自分の価値観を脇に置いた相手の立場に入れる。なんか今の聞くと、うん、カウンセラーをやろうと思った時に、うん、こう仲間同士でこう自分のことをお互いに掘り下げてみたりとか、うん、そういう時間を持つのもなんか大事な感じがしましたね。そうですね。安心安全な場で仲間同士で一緒に掘り下げながら解放していく。で、多くの人がカウンセリングって辛いイメージがあったり、長くかかるイメージがあるんだけど、うんうん、私たちのカウンセリングってすごく短い時間で一気にスッキリするから、うん、実は楽になるし、仲間同士でも、いや、これがあるからダメじゃないみたいに、こう、できてないところを指摘するんじゃなくって、そういうことがあったんだね。まあ、安心安全な場のためにも、共感とか、傾聴ってすごく大事ですね。そうは言っても、うん、まあ、自分にとっての何が物差しなのかとか、うん、自分にとっての常識何かってなかなか気づけないような気がするんですけど、はいはいはい、それってどうやったら気づけるようになるんですか？いい質問ですね。今まで通りの人生じゃない。例えば、やりたいことがすごく見つかった場合と、今まで通りでもう行けなくなっちゃった。例えば、会社のなんかトラブルだとか、業績出ないとか、人間関係、家族関係、夫婦関係で子供が不登校だとか、親の介護だとか、要は今まで通り行けないなっていう課題が出てきたり、もしくは今はまあ会社員なんだけど、もうちょっとここで復訓して、起業したい。やりたいことが出てきたり、このままじゃいけないっていう課題が出てきたとき、結果的には向き合わざるを得ないとき多いです。なるほど、うん。カウンセラー自身の自己理解についてちょっと伺いたいんですけど、うん、他の流派と平本式の特徴みたいなのあえて言うとなんかあるんですか？平本式のと、まあ、他の流派の特徴、まあ、どっちがいいとか悪いとかっていう話は一回ないんでそこは置いときますけど、はい、平本式では、私受講者の立場からまたこういう体験があったっていう話をさせてもらうと、例えば平本式のカウンセリングセミナーっていろんな人がその場その場でオープンカウンセリングといってみんなの前で平本さんのセッションを受けるんですよね、うん、でそれを見てるうちに自分の心に引っかかるところが出てきて、ああ自分もこういうことがあったっていう体験が起こる感じなんですね、うんうんうん、そうで、例えば他の流派だったら体験というよりはこういうストーリーがありましたっていう字面を追っかけてるような、まあ思い出すんで映像とかもちろん蘇りますけど、どちらかというとこう歴史をなぞっていくようなものであったり、こういう時こういうふうに感じますっていうものだったりするんですけど、もっと生々しいいろんな体験がそこにあるんで、そういうのをいろんな人の体験を通しながら、あ自分もこういうとこあるな、自分はちょっと違うなとか、そういう歴史を振り返る時間がたくさんある感じがしますね。確かに、まあ世の中にあるいろんな手法を7つの発生要因っていう切り口で分けて、その中でこれは先にやった方がいいなとか、これは後だな、これをできるようになったらこっちだなっていう風にある程度分類ができてるんで、うんうん、その順番に公開カウンセリングをしていって、うんうんうん、されることでみんなが私もそういうところあるかもって自己理解も深まる上に、やり方も無意識で身につくし、その後実際のケースを見て練習するから、やり方もいいし、心も開いた状態だから。だから、まあ、短い時間で短縮して同時にやるっていうですね。そうです。なんかこう、癒された後に、この癒し方をこう学んで、練習するみたいなのがセットになる感じですね。はいはいはい。そうすることで時短にもなるし、実践的にもなるし、あとは、心開いた状態だから、やりやすいから、できた感も持てるし、実際にすぐやりたくなる。そうですね。でもやっぱりこうリアルなケースだから、うん、本当感情移入して見てるともうボロボロ泣いちゃったりするんですよね、まあ、それでいっぱい号泣することで癒してもらうっていう要素も実はあって、でよくカウンセリング人の見ちゃうとこう自分ももらっちゃって辛くなるから見たくないっていう方多いんですけど、実は、まあ、たった15分とか30分とか長くても1時間の間でどっぷりと深海に潜って抜けて解放して表情がパッと変わった今まで何十年間抱え込んで
た悩みが楽になったっていう解決した像、とにかく全てのストーリーがハッピーエンディングで最後終わっていくんで、どんなに深く入ってもハッピーエンディング、どんなに深く入ってもハッピーエンディングで、いっぱい泣くんだけど楽になったっていう体験を、まあ例えば4日間のカウンセリングだったら30-40ケース、40-50ケースぐらい見るわけですね。その一緒に体験しているその感覚があって、で受けちゃって辛いっていう風に私感じたことないんですよね。その受けて、ああこの立場だったら本当に苦しいだろうな、悲しいだろうなって思うんだけど、それがこうどっかから愛に変わったり、癒しに変わったりっていう場面をねたくさん見てくるんで、それこそ私もカウンセリング学んでた時はいろんな辛い話を聞くっていう感じだったんですけど、辛いところから幸せの方に向かっていくみたいなところまで一緒に体験させてもらえるんで、カウンセリングに対する印象っていうのもだいぶ私こう変えてもらったというか。なるほど。ある意味で、ネットフリックスかなんかで、すごいドロドロしてるけど最後本当にリアルにハッピーエンディングに終わった映画を40-50本見て、自分も癒される上にカウンセリングの手順も身につくみたいな、そんなイメージ。確かに。なるほど。じゃあ自己理解が進むのと同時に、人の心とか人生とかカウンセリングもそれぞれについて学ぶっていう感じなんですね。はい、そうですね。今日もありがとうございました。はい、ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。次回の動画で会いましょう。